通り過ぎってありますね。ちょうど向こうから雲がうわーっ
と通り過ぎて向こうだけ明るくて手前はまだ雲の中だったんです。だからその後ろの木々が神々しく見えて、まるでその、この橋の真ん中にですね神様がいるようなそんな気分に、なんか暑いにぼーってしてたんですよ。そう、東京選手ですね。東京選手ですよね。はい、東京っていうのは廊下、これ廊下のようになっている橋なんですね。中国へ訪れて赤い木、しかし向こうには太陽が差し出て雲が通り過ぎた瞬間残った光の中に神々しさを覚えて、このような作品をさせていただきました。そして、左に行きましょう。これはね、忘れられないの、銀閣累雪というタイトルを父がつけてくれましたが、累雪とはラッキーな雪のことを言います。なぜかというと、累雪というのはスイスの累という字なんですが、その雪が降るとその年が豊作という意味の累雪、この雪が降るとその年は豊作である。ですから、昔皇帝は累雪が降ると五穀豊穣という感謝を神様にしたわけなんですね。天に感謝をしたわけです。ですからその累雪という言葉をとって、銀閣に累雪が降るというのはラッキーなことである、ここに降る雪もラッキーであり、降ってもらう雪も、あの銀閣もラッキーであるという、まあ、ちょっとダブルの喜びを、込めた作品。天の、最新作、去年の11月に、国立美術館で、展示されていたものなんです。展示したものなんですけども、入選した作品です。長崎の破裂という料亭が、これも歴史料亭なんですね、の、帰る時、この場面に出会いました。お食事に行ったんじゃないですか、取材ですか、取材に行ったんです。それでもう本当にお部屋の中の、もう、ああ坂本龍馬さんがここにいたんだわとか、ああこの傷跡は坂本龍馬さんがやった刀傷だわとか、ああここからあの、長崎、ブラブラ節が生まれたんだわとか、なんかいろいろこう見て、そして初めて日本の龍馬というものを見たり、いわゆる長崎のその多方面から受け入れてきた文化がその中に本当に、しかも最高級のものをそこに全部見ることができたんですね。でその思いを持ってさ作れるという豪華さ、大変な金額だと思います。大変な金額だと思います。でこの、でもそれが見えすぎてはならない。書きたいんだけども、それはあんまりもこんな大きな真っ白白赤がコンベの前にあったら後ろが何も見えない、どうしよう、暗いのか、中は暗い、でも外は明るい。ですからこの豪華な提灯を見て奥の庭を見る。でこれもすごく全体的には赤かかってるんだけれども、この赤さってここの中に全然出てないんですね。本当の赤の色どこにあるんですか。これが赤ければこの赤は全部この色だな、人間みんな思うんです。それが教えてくれる、この色がこの赤さを教えてくれるんですね。そしてこれだけだとやっぱりこの中の庭の色のもうちょっとぼーっとした豪華さが欲しかった、そこに投与するのがこのランタンですね。このランタンも自分でまた親に託していただきます。ある、ない、ある、ない、あるとこのランタンもね、真ん中の提灯がきれいに見えるんですね。不思議なもんです。ですからこの存在と、そしてこの暗くしたというあの提灯、そして向こうの明るい庭、それを表現することに一生懸命力を入れました。不思議なことに前を暗く、もうちょっと明るかったんですけど、本当に勇気を持って暗くした途端に 3D のようにその前と向こうの距離が出るようになったので、これは本当にあの勇気のいる挑戦でしたけれども、
やってみてよかったと思いました。でこのサイズがね、この提灯のサイズがなかなか皆さんお分かりにならない。で入れなさい、なんか人間とこうこの尺度っていうか大きさを比べるものをどっかに入れなさいって言われて、もともとなかったんですけども傘を入れました。傘ってこれよくタバコと何かを比べてこうサイズやったりしますんで、このサイズ、傘のサイズ大体皆さん分かりますよね。こんなわけないですよね。やっぱりこのぐらい、バンガサでもこのぐらい、ジャノベでもこのぐらい。そうするとここのこのサイズが分かることによって、この提灯の大きさが分かる。それから高さも分かる。どうやってくぐる、くぐらなくとも頭ギリギリでいけるんだなとかいうことが、これがあることによってそれが表現できるんですね。これが画家の勝手でしょなんです。でこれでよろしいということで、この作品が、加藤水苑、華やかな灯籠、まあ、ランタンですね。そこに藤の花があり、下も見れば蓮の花がある。つまり2つの季節を渡っていくわけですね。今の季節からちょうど夏にかかると、蓮の花が咲くという私の思いで、書かせていただきました。そんなような作品も隣にはございますので、今日はどうぞごゆっくりとなさってくださいませ。ありがとうございました。